歴史総合食料安全保障で食料自給率の観点から世界史日本史見ていきたいと思います。でまずちょっと基本から説明したいんですけども、テキストめくってもらって2ページで食料っていう漢字どう違いますか。食料どう違う。自給率は基本的にどっち使う。上。なんで基本的に上を使う。上と下の違いは。上はなんか穀物とか。そう、この糧の方は穀物の自給率ですね。穀物って何ですか。保存が効くもの。あと主食。主食、保存が効く。他は、まあ、じゃあ具体的に穀物何がある。米。米とか麦。麦とか。虚頭性は。炭水化物。炭水化物。つまりカロリーが高いってことですね。基本的なカロリーは穀物で賄いますよと。もちろん芋の場合もあるんですが、芋を主食とする場合もあるんですが、米とか麦がメジャーです。トウモロコシとか。でなんでかというと長期保存効くからです。なんで長期保存効くかというと殻に入ってるから。殻に入ってるから穀物ね。芋は確かに殻には入ってませんが、必要な時に地面から抜けばいいので、まあ、そこら辺は穀物にちょっと近いところありますよね。カロリーがあって長期にわたって安定的に食料を得ることができると。で下の食料はスーパーに食料を買いに行く時の食料で、まあ、だから下の方の食料に関しては例えばバターがあったりとかお肉があったりとかお魚があったりとか全部まとめて食料です。最近は食の多様化が進んで、まあ、日本はあまり米食わなくなったんですよね。故に下の方の食料自給率を使うようになってきました。まあ、それはここ最近のことであって、基本的に歴史的には上の方の糧ですね。食料自給率ですね。あとペティクラックの法則大事になってきます。第一産業は農業 で食い物が基本的に余ると工業とか第三次産業商業サービス業に発展していきますよと。で農業はそんなに儲かんないんですよね。ですから工業商業サービス業が発展してくると農業をやめようかな、外にお願いしようかな、もう食料は輸入すればいいじゃんっていう風になってくるわけよね。まあ、そこら辺が国によって違ってくるのでそれを見ていきたいです。今のペティクラックの法則とちょっと近い話になってくるんですが、テキストめくってもらって比較生産比説っていう考え方があります。これ一生使う考え方です。非常に大事な考え方です。比較生産比説っていうのは古典派経済学のリカードが唱えた学説で、いきなり学説の話をしちゃうとテキストめくって4ページ、まあ、ちょっと難しそうな図表がありますが、簡単に言うとそれぞれ生産を特化して貿易すればみんなハッピーになるじゃんっていう国際分業論をリカードが唱えたんですが、その際にまあ数的なモデルを出したんですね。ちょっと丁寧に見ていきましょう。イギリスとドイツ、まあそれぞれちょっと人口は違って、イギリスは人口170人、これ仮の話ですね。でドイツは仮の話、人口は220人と。でイギリスは鉄の生産に80人、麦の生産に90人投入してますよと。ドイツの場合は鉄の生産に120、麦の生産に100人投入してますよと。でそれぞれ鉄を1単位、麦を1単位生産してると。でこれ貿易する前です。で貿易をしようと、具体的にはイギリスは鉄の生産が得意だから鉄の生産に集中すると。でドイツがポイントで、ドイツは鉄の生産においても麦の生産においてもイギリスに負けてます。効率が悪いです。しかしながらまだ麦の方がマシなんですね。鉄の生産はドイツは不得意も不得意なんですが、麦の生産はまだ少しはいけてると、イギリスに劣るかと。でこういうのを比較優位と表現します。ドイツは麦の生産においては比較優位にあると表現します。鉄に比べればまだマシってことです。ということでドイツは麦の生産に特化すると。そうすると貿易前は2単位しか得られなかったものが、鉄と麦は合計 2.125 単位と 2.2 単位得られることになって、増えるじゃんと、みんなハッピーじゃんっていうのがリカードの国際分業論、そのベースとなる比較生産比説です。で先ほどのペティクラークの法則の話に戻るんですが、まあ、工業商業サービス業が発展してくると、まあ、利益率の低い農業をやりたがらないんですよね。まあ、今の日本でもそうで、例えば熊本でじゃあ農家やりましょうって言ってどれぐらい農業で収入があるかというと、どれぐらいと思う。実際私は熊本の農村地帯の出身なので周りが結構農家多かったんですけど。月ですか。月10。そうそう10万ぐらい。
えっと思ったでしょ、生活できるんですかって話なんでしょ。でこれだけじゃ生活できないから、農業はじいちゃんとばあちゃんと母ちゃんがやって、いわゆる三ちゃん農業ですね。で父ちゃんは農協とか役所で働くわけで、まあ、仮に例えば農協で臨時で働いたとするじゃん。で月例えば14とか持ってきて16とか持ってきて、まあ合わせて26万とかで、まあなんとかやっていけるかな、まあそこそこやっていけるかなって感じですね。あの農業単体だとこんなもんですよ。まあ北海道みたいにすげえでかい畑で機械化しててっていうのはちょっとまた別ですけども、そこら辺の農業はこのレベルですね。だから大学出ました、じゃあ農業しますっていうのはなかなかないわけですよ。まあ、それぐらい農業って儲からないです。リアルからして、その農業をもう外に外注に出す、もう食料は輸入すればいいじゃんという考え方があります。でその考え方の一つとしてリカードの比較生産比率国際分業論っていうのはありますよと。ここまで質問ないかな。じゃあその各国で政策が違ってくるので、それちょっと見ていきましょう。テキストめくってもらって5ページですね。ちょっとグルーピングしましたと。農業と工業のバランスがいい国っていうのをまず並べました。フランスとかですね。まあもともと農業国だし、フランスはと。で、アメリカももともと農業国です。北米の植民地に農業をするために入っていくわけよね。農業をするってことは土地を奪うってことになるので、インディアンとぶつかるわけよね。面で取っていくからね、農業する場合は。アメリカは現在世界最大の工業国家ですが、これどういう風になったかというと、アメリカは、まあ、第二次独立戦争と言われる米英戦争、もう一回イギリスと戦争します。でここでイギリスからの工業製品の輸入が途絶えたことによって、工業製品を自分たちで作り始めます、米戦争から。故に本当の独立、経済的独立、第二の独立戦争と言われる米戦争は。でその後もですね、アメリカは孤立主義が強いんですよね。ヨーロッパに関わると戦争に巻き込まれると。我々は太平洋と大西洋というバリアに守られていて、食料も手に入るし工業製品も自分たちで作ればいいじゃんということで工業国家になっていくと。もちろんね、石油が出るとか石炭が出るとか鉄が出るっていうのもありますが。でドイツですね。ドイツは1815年のウィーン議定書でプロイセンがラインラントを獲得しましたよと。プロイセンっていうのはもともとドイツの東部地域なんですが、西部地域のラインラント、ルール工業地帯を要するライン川沿い、まあ、フランスの国境近くを獲得したわけですね。で元々の本拠地であるプロイセンは農業地域で、ルール工業地帯っていうのは当然工業なので、こうバランスがいいわけですね。でフランスとかアメリカとかドイツっていうのは食糧危機っていうのは基本的に経験してないです。日本とイギリスは農業工業のバランスがすごく悪いです。日本もイギリスももう食糧の生産っていうのは効率が悪いから第二第三次産業に集中しようとした経験があります。ちょっと見ていきますね。テキストめくってもらって6ページで、イギリスの食糧危機の話をしていきます。まず食糧危機自体の話をします。あの大陸封鎖令を食らったんですね。資料198ページ下開けてもらって、大陸封鎖令の構図で、イギリスは食糧の輸入を大陸諸国、ロシアとかプロイセンから食糧を買ってましたと。イギリスは工業製品をプロイセンとかロシアに輸出してましたと。ナポレオンが大陸を制覇し、大陸封鎖令、ベルリン勅令でイギリスの通商を禁じたということで、イギリスは食糧難に陥ったというのがあります。ちなみにロシアっていうのが、なんでフランスからもう一回攻め込まれたか、ロシア遠征が起きたかというと、テキストロシア遠征のところ、大陸封鎖令に違反したロシアに対するナポレオンの軍事遠征。ロシアっていうのはバリバリ農業国家で、穀物の輸出がですね、国の基幹なんですよね、ベースなんですよね。でそれを輸出しちゃいけないということで、それは一応困るっていうことで結局密輸してて、でそれが見つかってナポレオンが攻め込んできたロシア遠征です。で現在ロシアは経済的に困ってます。理由はですね、同じく穀物の輸出ができなくなってるから。ロシアウクライナ戦争で、ウクライナも穀物輸出できないし、まあ、ロシアも穀物輸出できないです、まあ、ちなみに今言っているね、このナポレオン遠征の時のロシアっていうのはウクライナを含むロシアですけどね。じゃあなんでこの大陸封鎖令を食らってイギリスが困るような状況になってしまったのか、経済行動になってしまったのかという話です。テキストめくってもらって7ページ。
遡ります。囲い込みがありましたよと。で、囲い込みって2回あって、第1次囲い込みと第2次囲い込みで、テキストにある農地囲い込みっていうのは第2次です。資料集が190ページの下に囲い込みエンクロージャーの比較があって、第1次囲い込みっていうのは牧羊地の確保を目的に囲い込みをすると。で、囲い込みっていうのはページが飛んで飛んで恐縮なんですが、143ページマップ1で中世のヨーロッパの荘園っていうのありますよね。中世のヨーロッパの荘園っていうのは全部作ないんですよ。これを何制という？共同農業制。あ、近いね。開放耕地制って言います。オープンフィールドシステムで、なんで柵がないか説明できる？重量油林式を使ってみんなでやる。そう、143ページ下に重量油林式っていうのがあって、付けが重たいのでまっすぐ引くわけですよね。柵があったら邪魔なんですよね。で、引けるとこまで引いて、おい、このゲルマンスキーを転換するぞーと。で、男3人来て4人来て300キロのゲルマンスキーを方向転換すると。で、またまっすぐ進むと。誰の畑か誰の労力かわからないわけですよね。故にみんなで耕してみんなで分けるよっていう中世の農村社会が出てくるわけで、この中心となったのがキリスト教ですね。話を戻して、このような農村共同体を解体するのが囲い込みで、具体的には柵作っていくわけですよ。囲い込むわけ。これは俺の土地だ、私有地だって言って、まあ、私的所有権を明確にしていくわけで、今まではその農業をやってたんだけども、これから羊を飼おうと、そっちの方が儲かると。で、なんで羊を飼うと儲かるかというと、まあいろいろ理由はあるんですが、一つはまあペストでめちゃめちゃ人が死んで労働力が足りてないと。農民がたくさん死んで土地が余ってる、じゃあ羊を飼った方が儲かると。またセーターの原材料が高くなってるわけよね。だ、第2第3次産業に移行しようっていうのが第1次囲い込みと考えていい。食料は買ってくればいいじゃんと。で、この食料自給率の低下はですね、危ういという考え方があったんですよね。こう農業をちゃんとやんなきゃいけないと。で、そのような考え方と、もう一つタイミングですね。農フォーク農法っていうのが出てきて、収集190ページの右下の第二次囲い込みのところに書き込んで、農フォーク農法。農フォーク地方で新たな農業技術が開発されて、農業効率が良くなったんですよね。で、それがまあテキストの7ページの農地囲い込みってやつで、食料増産のために囲い込みをやっていくわけ。で、第二次囲い込みのタイミングが18世紀前半から19世紀中頃ってなってて、そこに書き込んでもらって1804、ナポレオンですね、イバリオンナポレオン。歴史にもしはないですが、もし第二次囲い込みがない状態でナポレオンの大陸封鎖令を食らってたら、イギリスは相当餓死者を出したでしょうね。だからまだマシだったわけですよね。第二次囲い込みが行っててと進展してたから。話まとめると、イギリスは第一第三次産業にシフトしました、第一囲い込みで。けどちょっとこれ危ういぞということで、農業を拡充しました。これは第二次囲い込みですね。これでナポレオン戦争を勝ち抜いたと、大陸封鎖令に耐えたっていうのがあります。ここまで質問ないですか？じゃあ日本の話をしよう。テキストめくってもらって8ページですね。で、まず日本の食料危機自体の話をします。時間順ではなくて危機自体の話をします。で、日本で相当餓死者が出るんじゃなかろうかって、まあ、ある程度実際にちょっと出たっていうのが二次大戦直後です。テキスト8ページで、で、なんで餓死者が出たかの話の前に、なんで餓死者が出たかっていう直接の話をします。まあ、戦争に負けて復員が始まりましたと。復員っていうのは今まで兵隊だった連中が兵隊じゃなくなると。で、びっくりするかもしれませんが、終戦直後の人口が7000万人で、なんとそのうち700万人 10% も海外にいたんですよ。で、これが一気に戻ってきます。だ、食料が足りない、家が足りないって話です。引き上げですね。民間人も引き上げてきます。例えば満州に開拓に行ってましたよとか。で、買い出しと闇市の説明ね。当時は食料管理法っていうのがあって、農家は政府に全て食料を提出して、政府から各家庭に食料を配給するっていう仕組みがあったわけ。で、これはまあ戦争直後だけではなくて、戦争中から配給制度になってるわけよね。戦争中はこの配給制度が機能してたんですが、戦後機能しなくなります。理由1、まず極端に食料が不足しましたよと。復員があったから、引き上げがあったからと。理由2、大日本帝国っていうのが滅んでしまって、政府の権威っていうのが著しく低下してるわけ。だから農家は政府に昔みたいに米を、食料を供給しなくなるわけで、自分で持っておくわけよね。で、その農家に直接食料を売ってくださいって言って買い出しに行くわけ。都市の住民が。そこにさ、買い出しのとこにタケノコ生活あるでしょ。自分の医療を這いで食料を得るので、タケノコ生活。
お金ではないんですかというと、お金は通用しません。どうしてかというと、戦争が終わって大日本帝国滅んで政府の権威っていうのは落ちてるわけですよね。そこが発行してるお札っていうのは価値が著しく低下してるわけ。インフレも進んでます、過剰な通貨供給でね。本当は物資を全部政府が一元に管理して一元的に配給すべきなんだけども、農家は供給しないしと、また闇市まで出てくると、政府の公定価格とか統制を無視した闇取引が公然と。とテキストめくってもらって9ページ。食糧命令っていうのが戦争が終わって1年経たないうちの5月ですね。皇居前広場に販売獲得人民大会、まあみんな集まって食料が足りてないぞーとわーっと騒いだわけ。この時どれぐらい政府の権威っていうのがなかったかというと、分かりやすい例が食料命令の時に出された看板に何て書いてあったかというと、チンはたらふく食っている、何時人民飢えて死ねっていう漁名漁師っていうプラカードを掲げてるわけよね。まあそれぐらい天皇の権威が落ちてるわけですよね。大日本帝国が滅んだとはいえ、天皇を象徴とした立憲君主制に移行しようとしてるわけですけども、この時期っていうのは。まあそんな天皇をそこまで馬鹿にするぐらいの表現を使うわけで、それぐらい、まあもう一回言いますけども、政府の権力、権威って落ちてるわけですよね。で、今ここで分かってほしいのは、二次大戦直後っていうのは、極端に食料が不足しましたよと。まあ、ホタルの墓でね、セータとセスコが餓死しますけども、まああれは、もう一回言いますけども、基本的に戦争直後の食糧難ですね。じゃあなんでこんな食糧難になってしまったのかって話をしていきたいです。テキストめくって10ページ。朝鮮の話をします。で、結論を言うと、日本っていうのは、第二次第三次産業にシフトしてって、農業は朝鮮にやらせればいいと。農業は満州にやらせればいいと。でこのような分業体制を取ったことが原因で戦後の食糧難に至るわけ。朝鮮を食糧基地に、満州を食糧基地に。で当然戦争で朝鮮も満州も失うわけですから、食料が入ってこなくなるわけよね。これが基本的な構造です。では今からどのように朝鮮を食糧基地にしていったかという話をしていきます。テキスト10ページですね。高架島事件、日本が李氏朝鮮の都ソウルの近くの高架島、まあ、日本でいうとお台場みたいな感じですよね。そこで軍事衝突してですね、不平等条約を結ばせました。日朝修好条約イコール高架条約で、港を開かせて関税自主権を奪いましたよと。で、プサンなんかからガン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 日本は米を買うようになるわけ。米は安い朝鮮で買おうと。日本は食料の生産ではなくて労働力を商工業の方にシフトしていこうと。で、この結果朝鮮で何が起きたかというと、テキストめくってもらって11ページ。まず人語軍団説明します。で、人語軍団っていろいろ性質はあります。まず簡単に人語軍団で説明すると、人語軍団っていうのは李氏朝鮮内部で軍隊同士がやり合ったんですよ。新しい軍隊と古い軍隊がやり合ったんですけども、今日話をしたいのはそのやり合うきっかけとなった話です。新式軍隊にはちゃんとお給料が米が配られてたんだけども、旧式軍隊には米お給料が支配遅れてましたと。で、やっと支払われた米給料の中に砂利が入ってたと。で、これに切れて新式軍隊と旧式軍隊が実際にぶつかってしまったよっていうのは人語軍団です。で、ここで確認したいのは、食糧難がこの軍事クーデターを引き起こしてしまったよって話です。なんで食糧難になってるかというと、もう一回言いますけど、日本が米を買い漁ってるからです。その下、交互農民戦争の話したいです。で、交互農民戦争、日清戦争の原因となるんですが、今日話したいのは、交互農民戦争イコール東学党の乱で、なんで東学っていう宗教結社が大きくなったかって話です。で、これは、日本が李氏朝鮮と貿易をしますと。強制的に貿易させてます、高架条約で。米を買い漁るから米の値段が上がってるわけよ。庶民は困るわけですね。また日本が工業製品を李氏朝鮮に売るから、李氏朝鮮の職人さんなんかが失業してるわけですよね。物の値段が上がって失業してるということで、生活に困窮して、そういった困窮者を吸収しているのが宗教共同体東学なわけ。ここで確認したいのは、日本は朝鮮半島を食糧基地にしてると。朝鮮半島は日本の市場だし、日本の食糧基地であると。で、テキストめくってもらって12ページ。日本はですね、日露戦争後ですね、もう朝鮮を狙う奴はいないと。清も倒したし、ロシアも倒した。この後に土地調査事業。
朝鮮半島の土地の所有権を明確化すると、まあ先ほどやったイギリスの第一次第二次囲い込みと同じようなことをやるわけよね。朝鮮でみんなで耕してみんなで分け合ってたようなところを全部これは誰の土地ですかと所有権を明確化するわけで、所有者に税を課すと。で、誰の土地か不明確だっていうところに関してはこれはもう日本政府が所有権を持つよということで、よく言えばね、農地の近代化なんですが、まあ、かなり湿地能を生み出してですね、彼らをまあ福岡の炭鉱なんかで働かせるわけよね。で、土地の所有権が明確化されるってことは、当然土地の所有者は税金を払わなきゃいけなくて、で、税を払うためには土地を貸し出して小作料を取って、で、その小作料から税を払うと、農民の負担も増します。で、いろいろ言ってきましたが、簡単に言うと日本は朝鮮半島を食糧基地にしていきましたよと。で、今日は割愛しますが、満州にも開拓団を送って食糧基地にしてます。で、もう一回言いますが、朝鮮満州といった食糧基地を45年の敗戦で一気に失うので食糧難になるわけ。で、ここから比較の話をします。イギリスと日本を比較したいですと。イギリスと日本の違いは何かというとですね、2つあります。1つはもうすでにやりました。イギリスは1回、いや、さすがに自給率低下させすぎるとまずいよねということで、第二次囲い込みでノーフォーク農法で食料自給率上げていったわけよね。そこは違いますよと。日本というのはもうひたすら食料自給率を下げていく方向だったわけよ。もう一つの似ていて違うところが、この朝鮮満州のところなんですけども、はい、問題です。イギリスの朝鮮満州に当たるところは、イギリスも、いや、商工業に行こうよと。農業は儲からないから、まあ食料は輸入する、もしくはここから調達しようと。長くイギリスに食料を供給してきたところは、朝鮮みたいに過酷な状況に追い込まれて。日本の場合は餓死者まで出してないけども、アイルランド、そう、アイルランド、イギリスはアイルランドを食糧基地にするわけ。よろしいか、これかなり似てます。日本の朝鮮満州とイギリスのアイルランドかなり似てます。で、イギリスのアイルランド試合の方が過酷ですね。餓死者出てるからね、ジャガイモ基金で。恐ろしいよね。だってこの200年間ね、19世紀20世紀ね、世界中で基本的に人口は増えてるんですよ。ところがアイルランドっていうのはアイルランド基金からですね、まだ人口が今日まで回復しないですね。それぐらいダメージがでかかった。ここは似てる。日本の朝鮮とイギリスのアイルランドは似てると。過酷な支配をして、そこを食糧基地としてと。イギリスはさ、確かにロシア、プロイセン、ドイツから食料買いますよ。けども、やはりそれは距離があるし、貿易が途絶える可能性もあるわけですね。実際にナポレオン戦争で大陸封鎖で食らいましたので。ところが、ブリテン島のお隣なんですよね、アイルランド島は。同じですよね。日本も、日本列島のすぐ隣に朝鮮半島があるわけですよ。故に、近場で過酷な支配をして食糧基地にするわけ。ここまでは似てると。しかし、この後が違って、日本は45年にいきなり朝鮮と満州を失うんですよ。ところがイギリスは違うもんね。緩やかに失っていくわけ。資料集が208ページで、イギリスは緩やかにアイルランドを失っていきます。例えば、19世紀の末にグラッドストーン内閣がアイルランド土地法でアイルランドの小作権を安定化させるとか、アイルランド自治法が1914年に成立してと。いきなりイギリスから離れるわけじゃなかったわけよね。故にアイルランドっていうのは確かに最終的にはイギリス連邦から独立するんですが、それが故にイギリスが急に食糧危機になるってことはなかったわけ。もう一回言いますけど、日本は朝鮮への依存度が高かったよ。食料は朝鮮から得るっていう基本方針があって、この朝鮮をいきなり失ってしまったが故に、セイタとセツコは餓死したと。どうしたらいい？日本の食料安全保障。現在、カロリーベースで日本は食料自給率は 30% から 40%。つまり我々朝飯しか食えないんですよね。食料の輸入が途絶えるってことはあり得る？あり得ない？あり得なくはない。例えば、現在どのようなことが想定されてる？中国が日本の海峡を封鎖する。そう。過去、例えば、大陸封鎖令みたいにね。例えば、第一次世界大戦のイギリス、アメリカの対ドイツの通商破壊のように、シーレーンを奪われてしまって、海上輸送路を奪われてしまって、食料が入ってこなくなるっていうのはあるんですよね。まあそこは確かにあり得るかもですね。じゃあどうしたらいい？例えば、こういう考え方あります。農業は確かに効率が悪いけども、これは損をしてでも農業は維持すべきだと。つまり補助金を与えて農業を維持すべきだという考え方があります。日本史になるんですが、昔はですね、私が生まれるちょい前ぐらいまではお米はですね、全部政府が買い上げて政府が売ってたんですね。今みたいにスーパーで米が買えなかったんですよ。お米屋さんでお米を買ってましたよと。
だから米は作れば作るほど儲かるわけですよ。完全に政府が買ってくれるから全て。で、ああ、じゃあ作れば作るほど埋めれるんだということで、ガンガン米を作ってたんですよ。例えば、日本で一番でかい湖は琵琶湖。2番目は霞ヶ浦。ああ、八郎潟。これ今悩んだでしょ。そう、悩んだのが大事なんですよ。昔は八郎潟が日本で2番目にでかい湖だったんだけども、これ全部農地にしてしまったんですよね。それは政府が全部米を買い上げてたからと。まあ、ところが批判があったわけよね。自民党は農村から票を得るためにもう無尽蔵に米を買い上げとると。で、日本人は米を食わなくなってるのにと、食が多様化してと。ということで、現在は政府が米を買うっていうのは基本的になくなりましてと。まあ、米に関して基本的にある程度流通が自由化されたわけですよね。どうなんですかね、その極端な話ですけど、たとえ赤字であっても政府がこんだけ米を作ったら作っただけ買いますよと。で、食べきれないけど作ると。で、それをガンガン捨てていくと。で、そのことによって確かに支出は増えるけども生産力は維持されますよね。となると、いざという時に機能するかなみたいな考え方はありますね。だから農業っていうのが産業として考えない、もうこれは我々の安全保障のために食うということを重視するために費用がかかっても維持するんだという考え方あります。ちょっと別の話になりますけども、超農制という考え方あります。つまり強制的に農業をさせるという考え方ですね。兵隊にさせるように、まあ、産業が高度化して農業の生産効率が著しく低くなると、どうしてもやっぱ農業が軽視になってきて、これはまあ19世紀のアダム・スミスのリカードの時代からそういう議論があるわけですね。どう思う？もっと農業を効率よくする方法を見つけた方がいいのかな。ありますよ、農業を効率する方法。地主制ですか。うん。なんで日本が農業が効率が悪いかというと、 GHQ が農地改革をして大土地所有制を解体したと。で、土地は細分化すると農業効率が上がります。広い土地であればトラクターが一直線に進むことができるからね。農業効率を上昇させることだけ考えた場合は大土地所有制を展開すればいい。それは中南米と同じように。けど、それは社会がいびつになりますよね。つまり食料の安全保障というのは単純な食料安全保障ではなくて、これは社会の在り方にも関連してくるわけよね。戦後日本は GHQ 指導のもと大土地所有制を解体して中産階級主体の国にしようとしたわけですよ。もう一回言いますけど、極端に農業生産効率だけを上げるのであれば大土地所有制を復活させる。つまり相続税をなくすとか、農地に対する固定資産税を極端に下げるとか、まあバカな地主の息子が偉そうに振る舞うっていうね、社会を優勝するかどうかですよね。頑張って受験勉強して国立総研行って農家に婿養子に入って月収10万っていうのはちょっと辛いですな。確かにな。以上で食料の安全保障終了です。